どうも、こんがんは、日曜演舞です。本日は、ちらかぶかしんというお店に売られていた和菓子をいっぱい食べたいと思います。今日は2024年5月5日、子供の日です。子供の日になると毎年いろいろ食べたくなるんですよね。かしわ餅とか美味しいですし。というわけで今日も買ってきましたよ、かしわ餅。ぶかしんさんは以前、どら焼きだけ食べたことがあるんですけど、あれはまあ、ちょっとお仕事を辞める方が選別としてくださったものなので、自分で買ったものではなかったんですよね。なので、実際に自分で買って食べるのは今回が初めてです。では、早速かしわ餅から食べていきます。なんかもう種類いっぱいあって、全部いろいろ買ってきちゃったので、食べれない。じゃあ、いただきます。和菓子だけあってどれもっちりさっぱりしっとりというまさにと食感が広がってきますね。だけど時々じゅわっと広がってくる汁気がいい感じに刺激してくれます。だけど甘いの中心さすがにちょっと買いすぎたかな。うわー今更だけどコーヒーいや緑茶用意しておけばよかった。途中からだん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 塩気が欲しくなってしまう。そんな時に来る桜とバターの味変化する球がいいですね。あなたも一つの味の買いすぎにはご注意ください。かしこれだけ食べるとやっぱり代表者を決めた方が良さそうですね。私が決めたのはこの後すぐに発表します。さあごちそうさまでした。あんこがとても美味しいです。さっぱりとした甘さで時折くる茶のほろ苦さや桜の塩気ともよく合っていました。さらに時々卵のコクやチョコレートの強い甘さとも混ぜて美味しかったです。ただあんこばかりこれだけ買うものではないですね。途中でだんだんしょっぱ酸っぱさが欲しくなってきてしまいました。コーヒーいや和菓子だから緑茶用意しとけばよかったなと食べながら思ってやっぱり好きな甘いものでも続けていると秋が来てしまいますので、今後こうしたことやる時はどこかで味を変える仕組みを作らなきゃとちょっと反省しております。それでこっちお餅の弾力や外側のポロポロと崩れるさっくりとした食感、羊羹の歯ごたえ、鶏のゴロゴロとした食感、いろいろ感じられてとても美味しい和菓子になっていました。ただこれ全部レビューしていたらもうとても時間が経てしまって大変なことになるので、メインによって今回は代表者3名に絞ってレビューをお伝えします。まず1人目のレビュー代表者は、最初に食べたしわ餅、外側の優しい風もボリュルっとした弾力ある食感のお餅と中に入っているさっぱりした甘さのあんこは相性バッチリで美味しかったです。シンプルだからこそごまかしの効かない直球勝負の商品と、になっていると自分は思いました。もう今舌がカミカミで回ってない。次に押すのはこちらの栗羊羹。先ほども少し話しましたけど、栗の食感がゴロゴロしっかりガッチリとしていて、あんこだけだとちょっと物足りない時に食べたら栗の食感が満足させてくれますよ。最後はあんバテじゅわっと噛んだ瞬間に広がってくるバターの塩気があんこの甘さと生地のもっちり食感をより引き出していました。生地にバターが染み込んで噛んだ瞬間にじゅわっと広がってきた。ああどれも美味しかったです。以上3名を今回ぶかしんで食べた和菓子の代表として5点とさせていただきます。ぶかしんさんは他にも洋菓子、焼き系の洋菓子やいわゆるおせんべいでしょっぱめの米菓子も売っていたっていうのは、それ買ってきとけよな自分のバカハハと言いたくなるような展開ですけど、なのでもし機会があればぜひ食べてみてほしいですね。ただネット春の日に少年来たるやこの部屋に、いやいや誰が来るんだよ、はい、さて本日は日常演舞がぶかしんというお店の和菓子を たくさん食べてみた動画でした。あなたは気になった商品ありますか？もしあるのであれば食べてみてほしいんです。この動画があなたのお菓子を選ぶ参考になれば、そしてチャンネル登録コメント高評価をしていただけたら、動画を拡散していただければとっても嬉しいです。ではまた次回の動画で演目でお会いしましょう。演舞終演。